こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は、昨日のですね、イギリスの EU、離脱というのを受けた、ニュースを見て、一体何がどう変わるのかなというのをね、いろいろ見たり、考えたりしたんですけど、おおむね、すごい、大変なことが起こるという割にはですね、実際何が起こるのかは、今後どうなるか見てみないとわからないというのが正直なところなのかなと思いました。実際離脱って言ってもね、何年かかりで離脱するわけですし、急に何か変わると思ったけどね、何年も大して変わらないと。大して変わらないうちになし崩しにですね、あまり変わらない状況で落ち着いてしまうという可能性すらあると。そう言われてみればそんなもんなのかなという気がします。離脱したらね、世界経済のね、恐慌の引き金を引くみたいな、話もあったんですけど、為替や株の動きも見ても、そこまでひどいもんでもないと。ただ一つ大きく影響するのは何かというとですね、いよいよ日本の年金にはとどめを刺されたかなという気がします。以前ね、株が下がったんで年金がだいぶ減りましたという話がありましたけど、その下がったんでという金額と、同じほどの金額がですね、昨日1日で下がってます。というと、また10兆円か15兆円か分かりませんけど、元から足りないところね、年金減っちゃったのかなと、溶かしちゃったのかなという気がしますね。そうなると、今の流れでいくと、私たち、ね、私は48歳ですけど、48ぐらいの、ね、人間でおそらく、年金支給は70歳からとかね。若い20代の方下手したら年金支給80歳からとかね。おいおいおい、何人生きてるんだという世界になるのかなという気がします。で、アマゾン輸出ね。為替の動きで多少の影響はあるのかなと思いましたけど、よくよく考えると、ね、利幅が低くて、無在庫販売やってる人たち、ね、おそらく利益率、20%も取れてなかったりね、してると思います。15%とか。そうするとね、その15%、あるいは10%相当が、為替の動きによって、吹っ飛んでますんで、むしろ値段を崩すね、無在庫販売の人たちは、採算悪くなって撤退するんじゃないのかなという気がしてます。ほっといてもね、ホリデーシーズンは大体自己発送の人たちは、参加できないんで、ホリデーシーズンには採算は良くなるんですけど、それ待たずともね、この為替が動いたことによってね、利益取れなくなったじゃんということでね、相場を下げてた人たちがいなくなってくれれば、FBA 中心で、取り組んでいる、転売アカデミーの方法を取り組んでいる方は、より儲けやすくなると。円高でね、悪くなるのかと思ったら、かえって良くなるという、ところまであります。で、今までね、転売やってる人、輸出ちょっとやってた人、今後いよいよね、老後云々っていうのはね、年金を当てにしてると、ちょっとまずいことになりかねないんで、しっかりと、この機会に、転売で稼げるスキルを身につけていただきたいと思います。で、転売で稼ぐにはね、今やっぱり一番稼ぎやすいのは、輸出です。輸出でも商品を見つけるだけで済むアマゾン輸出がやっぱり一番稼ぎやすいと。で、そのアマゾン輸出の中でもですね、ホリデーシーズンというのは別格に稼ぎやすいんで、今からアマゾン輸出始めて、自分で稼げるスキルを身につけるというのを、強くお勧めします。昨日一日でね、すごい FX で損した人、得した人いましたけど、FX の動きは、もう、今回のような大きな動きはしばらくないのかなと。そうなってくると今後、ずるずると、多分株は、下がっていく。FX も、若干円高になってくる。そんな風な予想してますけど、そうなってもやっぱりね、相変わらず輸出は稼ぎやすいと。なぜなら、ギリギリの利益率でやってきた人がね、いなくなってくれれば、FBA 中心でやってると稼ぎやすいというのが一番の理由です。年金は当てにならない。自分で稼ぐスキルを身につけなきゃいけない。そうなると、転売、アマゾン輸出というのが、初心者の方、全く
まだね、自分で稼ぐというのをやったことない方には一番のおすすめです。まあ、今、サポート会も募集してますんで、この機会に Amazon 輸出始めてみてはいかがでしょう。ご応募お待ちしてます。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。